パロマー天問題、パロマー天問題、パロマー天問題はアメリカのカリフォルニア州サンディエゴにある施設天文台である。ウィルソン山天文台の南東90マイル145キロメートルにあるパロマー山に作られている。日本語ではしばしばパロマー山天文台とも呼ばれる。この天文台はカリフォルニア工科大学カルテクに所属している。2005年現在、 天文台には4つの主な望遠鏡、合計200インチヘール望遠鏡、48インチサミュエル、オシン望遠鏡、18インチシミット式望遠鏡、6十インチ反射望遠鏡がある。これらに加えて、パロマー試験干渉系も設置されている。この天文台の200インチ望遠鏡は、天文学者ジョージュ・ヘールの名前にちなんで命名されている。この望遠鏡は、 ロックフェラー財団から600万ドルの資金援助を得て、カリフォルニア工科大によって建設され、コーニンググラスワークスによって、パイレックス製のミラーブランクが製造された。完成当時世界最大だった、この望遠鏡は1948年に、ファーストライトを迎えた。エドウィン・ハップルが最初に観測に使用した。ヘール望遠鏡は100を超える、小惑星を発見した。コーニングでは、 実物の製造に先立ち1、10の試験教材を鋳造した。コーニングの功績を称えて、小惑星コーニングに名付けられた。ヘール望遠鏡は、カリフォルニア工科大学、Z 推進研究所、コーネル大学の共同体によって運営されている。パロマー天文台スカイサーベイ、パラマールアブザーバトリスカイサーベイ、ポスは、 ナショナルジオグラフィック協会の出資によって行われ、1958年に完了したプロジェクトである。最初の看板は1948年11月に撮影され、1958年4月に完了した。このサーベイ観測は、スペクトロスコピック観光材料による14インチ6度の写真看板を用い、48インチサミュエル。 オシンシミット式望遠鏡を使って行われた。このサーベイでは、赤いプラス90度、天の北極からマイナス27度までのすべての設計にわたって、プラス22等級の感度、人間の肉眼の限界のおよそ100万分の一の明るさで撮影された。1957年から1958年にかけて、ポースの撮影範囲を難点に、赤いマイナス33度まで広げた。 拡張版の撮影が行われた。最終的に完成したポースは、コダックの 103AO による青色域写真、コダック 103AE による赤色域写真からなり、937組の甲板で構成されている。オーストラリアの電波天文学者、JB ホワイトオークは、同じ撮影機材を使ってこのサーベイをさらに南の赤いマイナス45度まで拡張した。彼は、 国点のポースの対応する赤い領域と同じ視野中心位置を採用し撮影を行ったがこのホワイトオーク拡張版サーベイはポースとは異なりコダック 103AE による赤色域写真看板のみからなっている2ミクロンスカイサーベイが完成するまでポースは最も広い領域をカバーする広角スカイサーベイだったスローオンデジタルスカイサーベイが完了すれば 感度の点では、ポースをしのぐものになるはずだが、ポースは SDSS の約2.5倍の点域をカバーしている。ポースは写真看板をスキャンしたデジタルデータ形式でも存在しており、デジタル画像としてはデジタイズドスカイサーベイが、またカタログ形式としてはミネソタ自動看板スキャナカタログカタログが利用できる。現在パロマーで行われている研究プログラムの一つに、 地球近傍小惑星追跡プログラムがある。このプログラムでは2001年秋から始まった天の赤道付近の帯上領域のマッピング観測を行うパロマーのクエスト変更サーベイを利用している。この探索プロジェクトでは2003年夏にパロマーの48インチサミュエル・オシン・シュミット四季望遠鏡に取り付けた新しいカメラに撮影機材を切り替え、これによる観測結果は 地球近傍小惑星追跡プログラムを含むいくつかのプロジェクトで使われている。クエストの結果を使っている別のプログラムとして2003年11月14日にセトナを発見し、その他約40個のカイパーベルト天体を発見しているプロジェクトがある。このカメラを利用しているまた別のプログラムとしてはシュリカルカーニによるガンマ線バーストの探索プロジェクトもある。 バースト発生後すぐに反応して減降しつつあるバーストを連続撮影することができるためこのプロジェクトではクエストの自動望遠鏡の能力が利点となっているその他にリチャード・エリスによる超新星を用いた宇宙の加速膨張のテストや S ・ジョージ・ジョルゴフスキーのクエーサー探索なども行われているこのカメラ自体は112個のモザイク CCD によって シュミット式望遠鏡の全視や4度4度をカバーするもので、現在天文学の分野で使われているモザイク CCD としては最大である。2007年10月23日にカリフォルニア州南部で発生した山火事のため一時閉鎖されたが11月初旬再開された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。